乃木坂4期生、私の悩み聞いてください。さあ、それでは早速お悩みを見ていきましょう。こちらです。右と左がわからない。いや、それやばいじゃん。悩みどころじゃないもんな。もうなんかこれ放送できへんような気がするけど。誰ですか？はい、こわ。私結構その乃木坂入るまでずっとみんなわからないもんやと思ってたんです。そしたら違うってことに最近気づいて。利き手はって言われたら右です。右だろ。はい、うん、で今上げてんのは右。あ、それもタイムラグあんねや。そうなんです。ちょっとさ、じゃあ一回ちょっと歩いてみてや。歩いて。すごい。ああ、右曲がって。あ、違う。えぐいな。やばいな。えぐいな。本気それ。右と左って何でしょう。はい、こう向いたら変わるじゃないですか。向いたら変わる。こっちが今右ですよね。でもこっち向いたら左になる。確かに。いや、それ方角とかはそうやで。え、ダンスの時とどうすんの？ダンスの時とかもいつも分かってないんですよ。周り見て。え、でもイヤホンは分かるんですよね。え、 R と L で書いてたら分かるんですよ。 R と L って書いてたら、あ、 R がこっちやっていうのは分かるんですけど。じゃあここに R って書いとけばいいじゃん。もう解決策としたら今の清宮さんが言ったやつしかないかもな。 R、L ってもうここにもうタトゥー彫っとくしかないかもね。じゃあそのうちもしここにタトゥー彫ってたら刺してください。刺するわ。